にしないぞ。大丈夫です。あ、俺がちょっとね、ネックレイ様が撮ったんで、どうやって釣ったのか説明してくれっていう話やったんで、ちょっと説明していこうかなとか言ってんだけど、それにしてもさ、最近あっという間のあるバカがマジで増えてて、映像で分かんないやついいんだよね。魚釣りの基礎みたいなの分かんなくてさ、こっちはさ、わざわざ四国まで行って、遊びでやってんじゃねえんだよ。遊びでやってるわけじゃねえから。釣りのこともさ、結構分かんねえけどさ、最近動画投稿してんだよ、バカみたいにアホらしい。イライラしてんだよ、こっちは。あったまならクソみたいな人間増えてさ、頭が悪いのもやってられないよ、ほんでこっちも。まだ今回菊池に、釣りを教えてやって、あいつが、それは2週間ぐらい前か、行って、50アップに、菊池はね、会社の知り合いの人と、2人で行ったの、あのダムに。で、菊池は小バス1匹で、相方の人は50アップに、つってんの。で、それで釣り方わかんねえ、つって。魚が釣れない、つって。どうやったら釣れると教えてくれっちゅうから、俺がわざわざ四国まで行って、お前こういう状況はな、つって。こうやって攻めて、うまくやったら絶対釣れるからと。内側から、ブワーンでえぐり込むような感じで、やったら、釣れるっちゅうことで、ずっと1年2日間、指導しました。で、ようやく彼が、あんだけ釣りが下手くそなやつだったんだけど、頭悪いし。で、あいつがね、俺の指導でうまくいって、40アップが2日間で8匹か。あと30アップ。30から40のものが、50匹。あと小バスは無限。もう全部は撮影しなかったです。さすがにね。もうこういう、なんか何ですかね。俺がやる釣り方を教えたらさ、こんぐらいの、正直、正味の話が、この、10センチから15センチの小バスだと、俺のやり方で、攻めたら、本当に300匹、500匹って話になっちゃうんですよ。で、サビキ釣りかと、いう話になっちゃうんで。まあそういう、なんだろうな、本当に小バス、小さなバスっていうのは擦れていませんから、まだ生まれて、まだ1年ぐらいだと、まだ世間知らずじゃん。日本だってそうじゃん。ね、最近ね、その、子供クソガキがさ、YouTuber たぶらかしちゃって。ね、クソガキなんだよ。で、クソガキの15歳の少女がさ、大の大人にアプローチしてるわけだ。で、大の大人は15歳の少女って、体がもう大人なもんだから、もうチンコビンビン立っちゃって、もうほとりちゃったわけよ。あと今大問題になっちゃってさ、で、YouTuber が未成年淫行つって。結局、やっぱ長く生きてないとバカなんだよな。犯罪だぜ、それって。ある?頭悪いだろ、完全にどう考えても。犯罪なんだから。で、未成年のクソガキがね、15歳で、ね、未成年なんだよ。わかる?未成年の人間がだよ。大の大人に、ほでね、はっきり言っとくぞ。人間って10歳、12歳で初潮を迎えるのよ、メスは。で、メスは初潮を迎えたら、もう性欲とか快楽とか、あと若者にある恋愛心、ね、もう女になってんだよ。悪いけど !12 歳超えたらもう女になっとんにゃ。ああ。ほでな。さっき言った通り、頭が悪いんだよ、めちゃめちゃ。ガキって。だから20歳以下とかもバカだから。で、大人はそういう目で見ないといけない。ほで、20代、30代の親父がさ、そういう15歳って子供だよな、法律的には。ただ体は大人みたいな。ただそんなんが好きですね、私みたいな。そういう人間もいるわけで、それバーンはめ込んじゃって。ドーンみたいな。とんでもなくなって。だから、さっきも話戻すんだけど、こういうね、ブラックバスも生まれて1歳ぐらい、バカなんだよ。わけわかんないんだよ。だから15センチ、10センチのサイズの魚は、自分が投げて、例えばフリックだよ。これね、ガキは見てるもんだ。まあいいや、めんどくせえから、もう教えてるよ、バカやろ。クソガキ見てると思うんだけど、まあこうやってあるじゃん。小さいバスっていうのは、まあ例えばワームあって、まあこれでも釣れるんだけど、まあ、ワームサイズをちっちゃくしてあげるんだよ。こんぐらいかな。このぐらい。はい。で、これだけだと飛距離出ないわな。飛距離出ないから、まあ、なんだか、まあ、ベスパでもいいし、なんでもいいけど、こういう感じでやっちゃうと、まあ、3インチ
2インチ山線香とかでもいいんだけど、あの状況でこれやっちゃうと本当に300匹釣れちゃうんですよ。で、300匹小バスで10センチ15センチ釣ったってさ、小アユ釣りでもねえしさ、ねえ、サビキ釣りでもねえからさ、ね、こっちはモンスター狙ってるわけで。結局そういう命のやりとりみたいなやりてるわけじゃん、俺ら。だからそういう中で菊池に対してのあいつは頭悪いからめちゃめちゃ。で、頭悪いから説教さっきもしたんだけど、電話で。電話さっきして1時間2時間説教したよ。散々も説教しちゃったんだけど、頭悪いから。ほいで、なんだ俺の指導で結局やられたらどういうことよ。はあんだけ釣りがヘボかった男やで。はあ、あんだけ頭が悪くてヤギみたいな顔してさっきも2時間説教したんだけど、釣りが下手くそな人間がさ、俺がまあ指導したら結局慣れて釣れたんどうなん。はあ、最大はサイズ出なかった。あいつ釣りが下手だから。49センチが最大だった。で、まだあいつが49センチを53だとか言い始めたから、まあ、そこで説教したの。カメラ止めて。カメラ止めて説教してるの。強がんねえねえの、バカ野郎。つって。現実見ろよ、つって。現実見れなかったら勝負勝てないんだよ、勝負は。わかる ?49 センチの魚で52センチって自分で思い込んでると現実逃避しとるわけよ、そこで。はぁ、そういうことなんだよ。そんな感じでね、まあ俺釣りの指導とかいろいろやりながら、そのでかいバスとか釣り方とか教えなきゃわかんないから、で最近またバカ増えてるから、世の中で。でバカにはバカって言ってんのわかんないから。でね、俺なんかまあやっぱりどこ行っても老害って言われるわけよ。はっきり俺は昭和の男なんでね、自分は。まあ昭和の生まれでさ、昭和の人間ってさ、昭和のおじさんっていうのさ、やっぱ人間みたいなバカって言わなきゃダメなんだよな。そういう法律決まってんだよな。だから俺なんか釣り行くわ。釣り場行くじゃん。ね、釣り場行ったらもうおせっかいだからやっぱり声かけるよって。でも何やってんのつって。ファッと。今日の釣果はつって。ね、聞くやん。で、釣果が悪かったもう説教だよな、頭悪いと。こういう形で攻めなきゃダメだって。これでコン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 攻めたら絶対勝てるんだよ。こういうルアーでね、パッてやったら、釣れるんですよ。わかる?そういう話をね、まあ自分してるんですけど。まあだから、釣りっちゅうと、そうなぁ。もう俺らが言うともう、なんか命のやりとり、現場行って、釣り場行ってバギモンと戦う中で、で今回はまあ俺菊池にね、まあまあまあ俺もこうなんだかんださっきからまあ言うけども優しい男だから、まあ、釣らせてやる、釣らせてあげたっていうかさ、まああれでカメラ持って、技術指導で、まあまあまあ全部は動画にしなかったよ、全部動画にしてさ、やっぱり視聴者の人たちもさ、自分で探ってほしいからさ、まあ会社でも何でもそうだよ。やり方全部1から100まで落としたら成長落ちるからね。まあ大事な基礎だけ教えてあげて。釣りの基礎。こういう状況だったらこうしてこうしてこうしてこうしたらでかいの食うぜみたいな。モンスター取れるぜみたいな。大会出たら優勝できるぜみたいな。そういう形のものを、まあ俺が基礎だけ。まあ100あったら、教えなきゃいけない。まあ高橋イズムっていうか、まあ俺の釣りの技術100あるとするじゃん。そしたら基礎の部分3割だけ教えんのよ。大体生徒には。ね。100%。これだったら 100% あったら3割だな。まあこのぐらいが一番重要な基礎の面がある魚釣りの。で、それ菊池にバーン教え込んだな。それだけで、まああんだけ釣りが下手くそだった男がさ、40アップ8本釣っちゃうんだから、1日で。あんだけ、あれだよ。菊池なんて女もあれだよ、2週間前なんて女も一人で、一人じゃねえや、その会社の釣りと行った時、小バス1匹で終わってんだから、あいつ。ね。で、同僚の人は50アップ2本出して、どん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 バンバン釣っちゃってる状況で、てめえが釣れねえって言って頭悪いだよね、つって、説教してあげるんだけど。だから、こうあったらね、3割や。3割の基礎を、まあ俺が、まあ教え、こうやってやるよって。で、残り7割は、釣りのね、状況とか、ケースバイケースっていうのは、あとは自分で掴めようっちゅうことだよね。だからまあそんな感じでね、まあ今回の、デカバスが釣れまくった秘訣っていうのをまあちょっと軽く言ったんだけど、まあ細かい技術指導とかね、まだそのコメントとかで、まあ俺に聞いてくれたら、まあちょっと、ラウンド指導とかも自分しかできるかもしんないし。まあただ、どうだな。まあ最近、机上の理論ばっかり言ってる人間も増えてるから、でかいの取らないと話になんないな。で、まあ釣り道具とかさ、まあこういうのあるやん。全然使ったことないんだけど。これな、もうこれでちょっと、今週末ちょっと琵琶湖行ってくるわ。釣りが下手なやつ上だからな。結構自分さ、他の YouTuber とかさ、最近ケガニおじさんとかさ、ね、ご参加をお絵が行くとさ、あいつもなんか、チェアバイされてるらしいのよ。
ああ、ケガニおじさんですかみたいな感じで、ファンですみたいな形で、もう握手してくださいみたいなで、天狗になっちゃってんだけど、やっぱ釣りって真剣勝負じゃん。うん。で、俺なんかさ、真剣にやるタイプだから、やっぱオーラやべえのよ。うん。もちろん遊びの時はリラックスしてオーラ消してるで。そしたら人寄ってくるんだけど、オーラ消すから自分で、オーラの消し方も分かってるから。本当に勝負するってさ、ビアバーでバーゲモン戦うっていう状況な、状況になったら、やっぱり、激しい感じで、うん、バーッとオーラ出すから、もう人が寄ってこれないわな。危ねえなっていう、もう本気の人なんだっていう。そこがあれなんだよな。ただ、魚っていうのは、人間の波長とかも全部わかるから。宇宙空間の力学の問題だから。よくね、俺は頭に悪い人間がさ、変なこと言ってるとこあるんだけど、糸電話の容量だっつって昔から俺言ってんだよ。こう、糸電話で繋がってんだよね。だから、ここで俺が言葉喋ったら、糸電話で、魚のとこまで声届いてんだよね。この原理を、はぁはぁはぁ、そんなわけない、みたいな言ってんだけど、科学で、お前勝ってんのかな、バカ野郎、つって。科学で解明されとるやない、糸電話。でもじゃあやってみろ、だったら。気に入らんだったら。あ？カップを、こういうカップ二つ買ってきて、穴開けて糸つなげて、30メートル離れて喋ってこないよ。聞こえるかどうかやってこないよ。糸電話わかんねえ、バカ多いが、ほんとに。あ？だからね、これを、海、ビア後にやったら、こっちで喋る音とか、こういう音とか、全部水中入ってるから。だから、オーラみたいになるのよ。で、オーラが強すぎたら魚は逃げるぞっていうこと。だから自分のオーラは、出すんだけど、内に秘めてる。表に出さないみたいな。めっちゃめちゃ体熱いんだけど、絶対モンスター釣ってるって思いでいるんだけど、外にオーラで出さない。外に熱気とかオーラで言ったらさ、手の、これ今こうやってたらすごい熱気出てる、ほら。ほら。行くよ、これ。この距離感。俺なんか結構そのパワー強いから、今この距離感10センチ空いてるわな。この状態で今手と手の間でガーって熱が今ブワー、ドラゴンボールみたいに出てるから。めっちゃ熱気感じるのよ。うん。で、パワーが弱い人はもうこんぐらいやんないとわかんない。やってごらん。ほら。こうやってやって力を入れてグーってやるとこう、熱気がここに溜まるから。で、このぐらいだったら大体の人溜まるんだけど、自分はこのぐらいでも溜まるんだよね。ぐーぐーみたいな。自分の熱みたいな。で、それを釣り場でやっちゃうと、オーラが魚に伝わって、本物のモンスターは逃げていくぜって話。ある。本物のモンスターっていうのは警戒心がめちゃめちゃ強いから。やっぱ長く生きてるからさ、辛い目もあってるわけよ。ああ。殺される、生きるか死ぬかっていう中で、バギョみたいなブラックバスが生き抜いたやつっていうのは警戒心強いから、人のが喋ったりしたら絶対釣れないからね。あとオーラ感じたら警戒して食わないから。ああ見て見切るみたいなね。だからいかにこっちのオーラを消してやるか。で、パワーみたいなもの、さっきみたいなモンスターとの命のやり取りやるんだったら、自分のエネルギーがギューって。ああオーラを消していく作業。だけど内側にガッとオーラがあるみたいな。そうすると釣れるんだぞみたいなことを、まあ、もっとより細かく菊池に教え込んで。で、ようやく釣れたって感じだな。ちょっと自分の彼女ちょっと紹介しなきゃいけないと思うんだよ。結構、いいんだよ。自分の彼女なんだけど、ちょっとギリのないんだけど、うん、やべえかな、自分。結構モテるから。